行きたい行きたいいみなでもたまには私まあ、まあ、テイラーではないんですけど、うん、今度3月に東京でねえっ、ー、と舞台見に行きたいなと思ってちょっと抽選なんですけど、うん、なかなかもう三<な>年前ぐらいからとってるけど「<何>千と千尋の神隠し」の舞台がなかなかチケット取れなくて、うん、今抽選<お>抽選で一応応募してるところです。これは、うんえ な、な、なんな,んなの歌舞伎のあれなの違ういや、普通の舞台です。え、誰が出てるえっと、萌え、上白石萌えちゃんとか、あ,あ,あ,あと福岡公演だったら、ま、あ千尋役が二人いて、ま、あ交代交代やってると思うんだけど、<ー>もう一人は、えっと、なんとかかんなちゃんだったかなあの、福岡出身の。<ー>最近よくテレビ出てくる。はい、橋本かんな。そうそう、橋本かんなちゃん。ええー、すごい。 千と千尋ってジブリの中でも、すごいもう世界的に有名な作品で、うんうん、私も、あれは、あれ、あの作品だけは何回見ても面白いんですよ。面白いね。うん。だからね、それを舞台にするってどうなんだろうって、やっぱずっと気になってて、三、うん、<laughs> 3月に見に行けたら、撮れたらいいなって思いながら。千と千尋を見て、はい。あの、9分行ったんだよ、俺。 ああ、そうなんですね。うん、ああ、あそ、あそこからヒントを得たとは言ってましたね。そう。もうその感じだったもんね。うん、うん、うん。んな、だからもう、あそこ、もう、もう、なんていうの ?9 分行くと、千と千尋のグッズとか、グッズが売ってて、<laughs> 違うだろう。台湾だろ、ここは。って思いながら。<laughs> もう台湾の人でもさ、 千と千尋は台湾のものって思ってる人も多いかもしれないけど、<ー>人気になりすぎて。<laughs> でもあそこはさ、高齢者はきついよね、あの階段とかさ。まあ、きついね。昔はまあ金が取れた町って言ってね。うんうん、ああいうふうに、もうみんな、まあ、でも昔の人って足腰強いさ。昔のおばあちゃんとかもそうだけど。<laughs> まあ、畑仕事とかね、いろいろやったりから、ね。そうそうそう。だから、やっぱ今の若い人たちが足腰弱いだけかもしれないですよ。 だって、あれじゃん、昔はこんな、あの、車とか、そんなの、道もほら、ら整備されてないから、もう、足の踏み場も、<laughs> こっちは硬いけど、こっちは柔らかかったり、ごた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 って言うんですか、ガタガタだから、いや昔の人、すごいなと思いながら、9分よく散歩してましたね。でも、金が取れるって言ったらね、<ー>っやっぱり、いろんなのが取れた。 金持ちで一攫千金 <laughs> いや足腰はね <laughs>、うん、本当と鍛えないとねうん、うん、年取っていくとまああの沖縄でもねこの辺ギネワンとか鵜、うん、か、今うるま市だけど、はい、あの辺からもうん、うん、あの、那覇の町あわりね、うん、歩いて売りに行ってたらしいからね。ああそうみたいですよね。<laughs> どんだけの距離を歩くのっていう話でも、ね。名古屋からもさ、うん、一日、丸一日二日かけて、うん、あの、那覇の町屋にね、はいはい、売りに行くとか、うん、頭にね、ついてからうん、うん。あ、いましたね。もう最近ぜ全然いないね。うんうん、あの、たらいね、うんうん。昔よくそういうおばあちゃんがうちに来て、うん、お母さんいる <laughs> 野菜。 買っていかないかな、うん、あと30分したら戻ってくるからお茶してていいよみたいな。<laughs> 子供の時まではいましたね。たらいのおばあちゃん頭にね。豆腐売ってたりとかね。なんか貴重だったな。今、うん、い,いないね。<laughs> だからもうそういう時代じゃなくなったからみんな足腰弱ってきてるんだろうな。そうかもしれないうちのおばさん88歳になるんですけど、うん、山登りがずっと趣味で、うん、いろんな山世界中も旅していろんな山に登ってきた経験があって<ー>こ,のこの間久しぶりに東京に出会って、うん、背筋がピンとしてるんですよね。うん、もうあ 今も、今でも山登りされてるんですかってうもうしてない公園を散歩するだけよって言ってて。でも背筋がやっぱしっかりしてるから、うん、ああ、これはもう見習わないといけないなって、まあ。沖縄にもね、あるからね、たなんとかだけ。<laughs> あるね。あの、元部の、名古,名古かな<ー>カツウ <laughs> いや、もうね、本当にあのー、まあ、あまり、 年の話したくないんだけど、もう現実問題さ。あげなさんは見た目より、見た目年齢、聞いたけどさ、この間初めて年齢したけど、<laughs> 見えないよ。初めてしたんかい。うん、知らなかった。<laughs> いや、あのさ、はい、やっぱりね、あのーうん、少しずつだけど、大人できてるっていうの分かるし、うん、もう、だって走り込みとかできないしさ、うん、100メートル走って無理だし、うん、あのー、 うん、でも、なんていうかな、えー、年齢とともにさ、はい、アクティブなことってできなくなるじゃない。だからあの、自分の目標としてね、はい、あと5年以内にこれをやりたいとかっていうのがあるわけよ。はあはあ、今でもウォーキング、 朝一ウーキング。まあ、あの、今やめたけど。んではいはい、寒かったから。あれは、あれは、あの、日光行くための、あの、トレーニングだったあ、そうなんだ。続けたらいいのに、せっかくだからよね日光行って帰ってきたから、もう、今やめてんだけどさ。あの、まあでも、あの、まだ、またタイミングで始めるんだけど、っていうのは、あの、これからまだ行きたいところが、うん。 富士,富士山は頂上まで登ってみたいわけ<ー>5年以内にねで伊勢神宮も行きたいし、うん、でまあおもう一つの大きい目標は、うんえー、そのドジャースタジアムで大谷選手の試合を見たい、うん、これ5年以内にこれ成し遂げたいんだよね、うん、ドジャースチケットなんかツアーでありますよねツアー、うん、あの私テレビで見たけど ツアーだから、結構値段も張るんだけど、40万からとかあった。でも自分で行けばもう少し抑えられるよね。うん、ドジャース見に行くのね。まあ、あれドジャースも LA だったうん。は<ー>あでもあのー、今私は、値段になってんだけど、うん、5年、4、5年ぐらい経ったら、うん、若干落ち着いてきてんじゃないかな って思うんだけどねいろんなツアーもあると思うし、うん、そういうなんかそうねコロナ明けてまだ飛行機代が高かったりサーチャージもそうだけど、うん、いろいろ高かったりするけどね、まあ、このご時世どうだろうこの戦争次第だな <laughs> 出た。出た。急に現実に着物された <laughs> あの。誰も悪くない。全部プーチンが悪い, <laughs> いや。プーチンもそうだけどさ、だって、アメリカ大統領選挙次第で、はい、もうウクライナとかも、うんいや、台湾有事もどうにかなりそうっていう話もあるぐらいだから、からね、大変だよ。それが心配ではありますね。最近ね、うん、沖縄でも、うん、あの、その、 地下の避難のあれを作らないといけないとか。シェルター、うん。で、今、あの、避難訓練とかもやってるじゃん。ああ、地域のね。ね、うん、先週もね、うん、あの、石垣でもやってたし。うん、なんか現実的になんか、ね、そういうのが近づいてきそうなところが。不安ではある。不安ではありますね。やっぱり備蓄は大事かなーとは思ってます。うん、思ってきて。 少しうつ <laughs> やってるけど食べちゃうんだよね。<laughs> <laughs> いやいやこれあのローリングも大事だよ。そうしないとさ俺、うん、も,もだから家にあのカップラーメンとかさラーメンとかもう冷凍弁当とか、うん、あ,のあったんだけど、うん、気がついてみたらもう賞味期限が過ぎてたりとか間近だったりっていうの あるじゃない。うん。捨てるわけにはいかないから、食べたりしてんだけどさ、こういう、こう、ローリングしながらね、備蓄するっていうの大事ですね。大事か。はい。でも、本当、は一番は何もないのが、理想、現状維持理想なんですけど、そうだね。大統領選挙いつなんですかアメリカうん。今年の10月、11月ぐらいかな秋か。うん。それまで緊張感を持って。そう。うん。 気をつけないとね。ね。うーんまあ、何かあってもいいように、うん、あの、好きなことをしましょうよ。ね。もう今日が大事。そうだよ。<laughs> ね。いつ、この自然災害っていうのはもう、いつ来るかもわからないしね。うん、なんか、去年、去年だった、一昨年になるのかな、うん、クジラが陸に上がったのわかりますうん、アラハで。うん、最近、名ゴでも、 元部の方でもなクジラが上がったって聞いてクジラが上がると不吉なことが起こるって言われてるんですよ<わ>確かにこの間のアラハでクジラが上がった後の後になんかどこの地震とかがあったりしたんですよねだからまたあるのかなってやっぱクジラって自分の道を外さないで進むはずだけどそれを外れたってことはなんかきっと何かが、ね、ね<え>あるのかなって。 ねえ、きゃんさん。うん。もう、好きなことをね、もう、やってた方がいいよ。後のばし、先伸ばしないで。ねそう、そう、そうだなと思います。悔いのないように。悔いのないように。はい。もうなんか、何でもかんでも許す気持ちを持って、そうだね。誰かを妬んだりとか、誰かの陰口とかも言うとかじゃなくて、そう、そう、もうなんか、そうですよね。心広くね。そう。 そうしましょう。ね、で、徳を積みながらさ。あ、それそれそれ。それいいことありますよ。<laughs> はい。ということで、もうあっという間にね、えー、30秒前ですけど。う <laughs> <laughs> またね、えー、まあ、うんまあ、FM 議論案も今、工事中ですけど、うんえー、今月で、えー、リニューアル、ね。ねいい感じに仕上がりますので。楽しみだね,ね。来月からはギャラリーにね、遊びに来てくださいね。うん、ね。多分、だからよ、 なんか遊びに来ないのみんなコメントしてるじゃんか。みんな遊びに来て。<laughs> ね。うん、来てくださいね。うん、はい。っていうことで、えー、またね、来週もちょっとキャンプ情報も交えながら放送したいと思いますんで、はい、遊びに来てください。はい、今日もどうもありがとうございました。またね。バイバイ。さよなら。